Come on.
畑南高等学校、岩本美香さんと、埼玉県さいたま栄高等学校、中山弘樹さんの試合は、埼玉県さいたま栄高等学校、中山弘樹さんが2対0で勝ちました。
ナイスチェック。
大阪大学柏原高等学校大池拓樹さんと神奈川県伊部島高等学校鈴木雄大さんの試合は大阪府東大阪大学柏原高等学校大池拓樹さんが2回戦を勝ちました。第9ホールで行われます試合番号47茨城県城東学院高等学校荒川学校と北北海道旭川実業高等学校江田森俊さんの試合は北北海道旭川実業高等学校江田森俊さんが2対0で勝ちました。第10ホールで行われました試合番号43番宮崎県立教学園高等学校All right.
果をお知らせします。先ほど第6クォーターで行われました。試合番号51番、岡山県水島東京高等学校一位両方、山形県自動車東京高等学校足立大臣さんの試合は、岡山県水島東京高等学校一位両方、2対0で勝ちました。
Oh!
よし、いいよいいよ、はい。